いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ここは豊平川なんですけれども、この後支笏湖へと向かいたいと思います。今石山に来たんですけれども、公園があったので立ち寄ってみました。もしかしたら石山の由来っていうのは、この石の山があるからですかね。すごい、こんなところがあるなんて知らなかったです。調べてみたんですが、こちらはですね、明治時代に採石場として発展した場所らしいです。なんかアメリカのハリウッドみたいな。あと大統領の横顔が刻まれているラシモア山みたいな、そんな感じです。めちゃくちゃでかいですね。ホラー穴っていうんですかね。それで上の方には木があって、ここにもたくさんのフキノトウが生えてます。岩の間にはなんか砂ですかね、これは。札幌の人にとってはこれ当たり前の景色なのかもしれないんですけれども、まあ、なんか遺跡みたいな感じです。どこまで続いてるんですかね、これは。ちょっとだけ先を急ごう。いや、たまたま通りかかっただけなんですけれども、結構広そうです。いや、かなり遠くまで続いてますね。まあ、ありきたりの景色なんですかね。苔がちょっと赤いです。ここはなんかかなり人工的な切り方ですね。あ、これ人、あ、ここは人工だけれども、こっちは何でしょうね、切り口ですかね。すごい場所をまた発見してしまったようです。そしてここは何かの建物の跡なのか、穴がいくつも開いてます。天空の城、ラピュタみたいですね。こっから見ると、こんな感じです。まあ、石のベンチですね。白樺並木です。石山緑地って書いてありました。ではまた車に戻って、今日の目的地支笏湖へと移動したいと思います。
桜の木ですかね、これは。あ、白樺の木ですね、どう見ても。この後、支笏湖へと向かうんですけれども、その前にまた新たな札幌の魅力を発見しました。これからも魅力のある場所を発見したら動画にしていきます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。